都知事選での大検討とその後のテレビ出演での歯に、衣着せぬ者いいから、痛快、パワハラ上司を彷彿とさせると、賛否両論の石丸真嗣氏、41。一期目で市長の職を去った広島県秋田方市では、議会との対立の構図を自ら演出したが、その陰では、居眠り主義と断罪したベテラン主義が無念の死を遂げていただけでなく、 複数の議員が深刻な中傷や嫌がらせの被害に苦しんでいた唯一の対処法は石丸がいくらツイートしようが無視すること石丸氏は市長時代に SNS で女性主義のことを同活されたと名指しで糾弾し女性主義に名誉毀損訴訟を起こされて敗訴した1また本会議中に居眠りしていたことを石丸氏に 恥を知れと断罪された男性市議は嫌がらせを受けた末に胃の持病が悪化し今年1月に死去していた4しかし被害者はそれだけにとどまらない現職の男性主義の一人が語るほとんどの議員がネットでの誹謗中傷やいたずら電話など何らかの嫌がらせなどを受けているんじゃないかね唯一の対処法は石丸がいくらツイートしようが 無視すること嫌がらせに対してもとにかく無視反応するとこちらも巻き込まれてカダルマになるだけだからそもそも石丸は就任当初は古株の市議らとも飲みに行ったりして僕も二次会ご一緒しますみたいな感じだったんだぞそこからのあの状況だからなそれに石丸はとにかく質問に質問をかぶせて相手の上げ足を取り続けるわけだから議論にはならないわな しかも、再生回数が稼げるからか、YouTuber ーーたちが、議会動画の切り張りをし続けるから、どんどん議会の方が、アホとか、老害みたいなイメージになっていくわけだ。広島ホームテレビが制作して、今年5月に公開されたドキュメンタリー映画、つぶやき市長と議会の起手劇場版も、石丸審判たちには、抵抗勢力叩きの燃料になったようだ。 この映画が新たな誹謗中傷を呼び起こしたし、これをベースに8月には役者を使って撮った映画が公開される。名指しされた市議たちはモデルにされて役者が演じるんだから、たまらんだろうな。私は、いたずら電話や、脅迫電話にも、どちら様、って尋ねて名乗らなかったら切ってしまうからいいけどさ。これまでも、ストレスで頭髪が薄くなった市議のところに、 育毛剤が届いたりする嫌がらせもあったらしいよ最近はだいぶ減ったけど映画でまた露出されたら嫌がらせは増えるかもな連日嫌がらせの電話支援者にまで誹謗中傷をしたり石丸前市長に勝訴した女性市にも激しい嫌がらせやいたずらに辟易しているという近親者がこう証言する 元は参院選広島選挙区をめぐる買収事件で、全法相から60万円受け取ったとして市長が辞職し、政治再建を掲げて当選したのが石丸氏ですから、半ば思い込みのように、腐った議会という見方をしていたのでしょう。竹岡議員の居眠り騒動以降、石丸氏と議会との対立が始まりました。 SNS に投稿を繰り返す石丸氏に対して、議会としては、当人に直接指摘すればよいだろうと申し入れるために、石丸前市長を協議会に呼び出したところ、石丸氏が、数名から、議会の批判をするな、選挙前に騒ぐな、敵に回すなら、政策に反対するぞ、と説得、同う喝ありとツイートしたんです。 女性主義は全く思い当たる節がなかったにもかかわらず市議選の公示日に石丸氏がツイッターに名指しでどう喝されたとつぶやいたその後は嫌がらせがひどく女性主義の自宅に深夜帯まで死ねだとか今すぐやめろという電話が連日10回以上もかかってきたり SNS のコメント欄は誹謗中傷で埋め尽くされたさらにコメント欄に 応援のメッセージを寄せてくれた支援者のページにまで行って誹謗中傷をしたり、女性主義の家の位置をマークしたネットの地図情報を掲載して悪口を書くなど常軌を逸した嫌がらせが続いた。数は減っていますが、そういった脅迫やいたずら電話はいまだにあるようです。女性市議が主張相手に訴訟に踏み切った背景には、こうした事情があったのだ。 読んで報じた通り、半年前に亡くなった竹岡市議が受けた攻撃も目に余るものだったようだ別の市議がこう証言する2021年8月の豪雨被害が一番ひどかったのは氾濫した田治川一帯ですがそこは竹岡市議の地元でした竹岡さんは執職員出身で災害対応を熟知しているのですぐに 被害届を出さなきゃと書類を用意して、地域を10カ所以上回っていたんです。そんな人が現場を見て、大したことはないのをなんて言うわけがないんですよ。それを、石丸前市長は、市民から聞いたとして、竹岡さんの発言として言いふらした。石丸さんはこういう人の名誉を傷つけるような、大嘘を平気で言うんですよ。もちろん、竹岡市議は、 僕はそんなこと言ってないと激怒して対石丸には個人よりチームを組んで対応した方がいいと呼びかけて清司会という会派を発足したんですこの市議が石丸メソッドを詳しく解説してくれた石丸さんは一回標的に定めたらその人が議員を辞めるまで攻撃を辞めないとだから終わったと思ったらまた何かを重ねて再燃させるという波状攻撃をするんですね 議会の切り張り映像を使って繰り返しすり込みを図る手法は見ていて恐怖を覚えるし石丸審判と言われているような広島ホームテレビの映像を見る人たちは石丸氏が大嘘つきだだと言われても信じないでしょうね以下はネットユーザーの反応をまとめたものです殺人予告も送られてきたそうだしかも実家のご両親の家を放火すると 住所まで記載してあったとこれは脅迫罪で逮捕されます。メールで送られてきたようなので、送信者も特定できるのでは。精神保健福祉士という資格があるので、これ持ってるから、こんなクレーマーも対応できるでしょといった感じで、いろいろな精神障害の対応を押し付けられる。中でも境界性パーソナリティは、対応が難しく、自分より権威のある他者を、 自分のこととして取り込み、異常な攻撃性をむき出しにしたり、また、攻撃対象には異常に執着する傾向がある。論理的に差としても、決して受け入れず、話題をそらしたり、見下したりして、相手にしないことで自分が優位に立とうとする。これらの人に共通することは、社会性が保てず、自らがシャットダウンすることで、最後は、社会から孤立してしまう。非常に対応は困難で、 正直サジを投げたいガーシーとかもそうだったけど信者になるのは個人の自由だけどそこにとどまらずに犯罪行為を助長したり対立する意見の相手に嫌がらせや攻撃的になってしまうのはだめでしょうすべての人間から評価される政治家などいませんから対立した意見を主張する人やその支持者も必ず出てきますそれには 理論的に反論すれば良いだけなので、罪に問われかねない行為は、絶対に止めておきましょう。